一回ね、上にね、せっかくなんで。はい、ありがとうございます。さてさて、絆2が埋まりました。あとジャグラー、番長3も埋まりました。どうしようかな、何言うと。久しぶりにメガ盛り打とうかな。自力感が楽しい機種なので、ここからスタートします。メガ盛り、やっぱりパチンコにします。さあ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 、パチンコ行くぜ。あー、なるほど、ユニコーンにしちゃおっか。ひとまず朝一ちょっと回してみて、状況良さげる、良さそうだったら打ち続けますし、利用だったら別の台移動します。とりあえずこちらユニコーンを取ります。はい、僕は1階です。海がね、やっぱその日の丸さんといえばというところもだいぶ定着してきましたけど、今日はね、久しぶりに源さんやろうかなと思って。うわ、昨日792回転回されて1回渡ってないや、跳ね返るな。 あこっちにしましょうか。今日はゲンさんから行きたいと思います。今日うち、今日一緒にうちイエイ、そうなる、そりゃ難しいね。ぴったりでしたね、息ぴったり。同じところで詰まったもんね二人とも。あれだけ本番前に ね、タイトルチェックしたのに、ね、今日うちという名前がもう浸透してますから。そうですね、サブタイトルはいいんですよ、はい。本日は9月の23日秋分の日に日の丸西小山店さんにお邪魔しております。お邪魔します、はい、お願いします。僕も長いこと日の丸さんでいろいろやらせていただいてますけど、はい、初めてですよ、西小山店さん。こんなところにもあるんですね。いろんなところに日の丸さんございますけども、はい、もうルールはいいか。いや、でも初めての方がいらっしゃいますから。あ、そうか、神谷さん初めてか。初めてなんで、あ、大丈夫かな。大丈夫かな。あの罰ゲームやってくれっかな。あ、確かに、ね、え、そんなちょっとね、いや、特に女性は嫌がるんですよ。嫌がるんですよ、これ本当にやりづらい。最下位の人が誇張しすぎたマリモさんのモノマネっていうのそう、やんなきゃいけなくて、本当に地獄ですよね。地獄ですよ、ね、もう本当にあとルール一応説明しておいた方がいいですか、ね、お願いしま す, お願いします。教えてください。オープニングでまず、はい、おのおのルーレット引きます、はいはい、A、B、C 用意されてます、はい、ただ最後まで誰と乗ってるか分かんないです、うんうんうん、もしかしたら乗ってないかもしれない。ああ、なるほど。そんなにでも派手に誰かが負けたりとか勝ってたりしてっていうノリがまだいい、ない、ないね、ですよね今まで、なので、だから今日はそういう回になる可能性はある機種を各々、うん、選んでるんですよ、ね、さすがですね、はい、2人、神谷さんが選んだのが、私はミドルスペックガンダムユニコーンですね、パチンコの、はいはい、で僕大工のゲンさん。あ、素晴らしい、ユニコーンゲンさんですか。そう、早い、出玉力ある。ありがとうございます。で、我々2人がパチンコを打つ中を抑えたのが、コウモンちゃんのメガ盛りですね。まあそんな負けないでしょ。そうなんです、楽しみたい気持ちが今日先行しているので、楽しみつつ2人の出玉を見つつ、ちょっと困ったなってなったらパチンコ行こうかなぐらい。なるほど、感じで。じゃあ、まあそんな大崩れはしない前提で我々見てるからね、はい、あ、わかりました、大丈夫。3枚目とか行かないでよ。行かないか、行かないですよ。1万円で遊べるで有名ですか、あの機種そんなの聞いたことないよ。あるんですよ、ね、あるんです。言ったね、じゃあ。じゃあ2枚目行ったら逆に怒るよ。じゃあ、お財布預けます今日。お、1万円だけ抜いて。おお、いいですね。それでやりますから。オーケーオーケー、任せてください。で、我々じゃあちょっと2枚ぐらいで蹴りつける感じ。そうですね、いいですね。そういうプランでいきましょうか、はい、はい、わ、はい、かりました。さあ、それでは荒井騎手、荒井騎手、マイドラ騎手と、はい、我々がちょっとね、引っ張っていかないといけないような、うん、そうですね、そういう境地でございますけれども、はい、まずはルーレットのペア決めスタートです。回していきます。
Up。 はい、私はこちらです。運命のタップスタート。運命のタップストップ。僕が出たのはこちらです。それではルーレット行ってまいります。ドンタコス、ドンコニッシュ。さあ誰かなんでしょうか。一人なんでしょうか。実践って言いましょう。さあでは実践開始です、僕は大工の源さん超伊達店からスタートしていきます。久しぶりに朝から源さん打つな。このパチタウンの動画チャンネルの中だと、以前パチタウン TV で僕ね源さん一撃4万7千発っていうのをやりましたんで、今日はその記録を超えることを目標に頑張ります。まあ U タイムもないんでね、最悪当たりなしなんてこと、まあまあ理論上はあり得る台ではあるんですけど、朝一から U タイムなんて意識してるよじゃ勝てん。どっちにしろ目標は、200回転以内、200回転以内に、初当たりをまず取る、今日のプラン200回転以内に取って、そこをしっかり 60% 取ります。でそこでそうやな8000発、まず8000発で、その後その持ち玉で回しているときに、100回転以内に、うわーなんて言ってたな、速攻来た中央流で入賞時フラッシュは黄色だけど、まあ、ダンステージだからね、こう入賞時フラッシュ、まあ、絡みやすいんですが、これはちょっと、まあ、待っておきましょう。いや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 、あるぞ。逆にこういうチャンス全て今日はもう摘み取っていく、そういう気持ちで7個赤、なんか、あー3、4、5か、まあいいです。さあ来い。どっちかだけだとね割と弱かったりもするんだけれども、両方からね、あー9、いいよ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 。まあここは継続だろうね、疑似連だろうね。あれ張っていっちゃう。あーでこれで継続出るタイプね。なんて言ってたら、もらったもらった9点パイで出てきためちゃめちゃ早かったね。11回転目です。もちろん500円。いやー久しぶりに打ったらこんなロケットスタート、大歓迎を受けるとは。まあ図柄の法則をご存知の方はねもう分かると思いますけど、はい、5と9だっけ、後半いったら OK なのは。さあ11回転目です。はい、バシューンいただきました。ああ気持ちいい。本当はここで弦がグリグリになってます。早かったな。よし、さあ V ランプ何色でしょうか。せめて黄色以上で、黄色以上。うわ白、白はやべえよ。僕白青の時はもう完全告知選んでます。もう白でさ千人スタートで炎ボタンがなかったらもうその時点でもうがっかりするから。うわーあー来い。いやーダメだ。60%取れず。
ダメか。いやーもったいない。ハンドルを左に戻してくれ。めちゃめちゃもったいない。なんかそこ渡って60取れないってなんかダサいですよね。すんげえダサい。おーめっちゃ早かったっすー、11回転っすーとか言って500円っすよって言いながら、どうせ追加投資するんだよ。いやダサいな。本当にかっこいいスタート切るなら今の60杯生かして、それこそね7,000発あるいは1万発で取らないと。はい、それではですね、とりあえずプラスにできればいいかなと思っております。こちらガンダムユニコーンで頑張りたいと思います。でもこれさ、乗り打ちの台、乗り打ちの企画なんですけど、ちょっと正直ね、好きなんですけど自信のない機種なんで、そこはね申し訳ないなって思ってます。どっちを、でもだからといって何を打ったら出せるかって言われたら別にないんですけどこれを打ったら出せるっていうのはないんですけど、まあそれだったら好きな台に行くのがいいかなみたいな。まあ普段からね、まあ私やっぱエンジョイ勢の方に入るので、好きな台を打って勝てたらいいなって、楽しんで勝ったらラッキーだなぐらいの感覚なんで、やっぱ負けるにしろ好きな台を打って負けたいんですよね。あ、ちょっと赤煽り来ててチャンス。さあキジレン、悪くない、反応はいいよね結構ね、何もないよりは。まあ中途半端じゃ中途半端か。下手にねこういうとこ行って時間使っちゃいますもんね。全部偶然なんです。なし。まあ保留も赤保留以上じゃないとね期待できないんで。まあただミドルスペックなんで、まあ319回転のうちに当たればラッキーかなーぐらいの感じでね、焦らずいきましょう。でも今回モロゲンさんとリノちゃんで、なんかモロゲンさんは結構、まあ、私の中では勝つイメージがあるんですよね、勝ってるイメージ。でリノちゃんも勝ってるイメージあるんですけど、負けるときにすごい負けるんで、なんかそれがちょっと怖いかなっていう感じかな。結構5万負け、なんだ5万勝って入れるか、入れるか5万勝つか5万負けるかみたいな。まあでも選んでる機種が今回確かにリノちゃんの中ではマイルドの台だと思うので、やってくれると思うんですけどね。せっかくなんで本当全員プラスがね、なんか嫌ですもん、気使うのすごい使っちゃって。乗り打ちがね苦手すぎなんですよ私。乗り打ち本当に苦手で、でなんか最初は強気でいくんですけど、後半使いすぎてなんかどんどん自分らしさがなくなってしまうんで、本当ねそういう展開にだけはならないように。では今回は私だけスロットスタートですね。黄門茶碗メガ盛りでございます。正式名称は黄門茶碗 V メガ盛りですかね。でお財布預けるって言っちゃったんで、ちょっとお財布をカメラマンさんに預けます。これはあの私の意思として、うん、1万円しか使わないよっていう意思表示です。
行きましょう。でそんなにお金を使わない機種ですってオープニングで言い張ったんですけど、実際打ったのだいぶ前でそんなに覚えてないんですよ、どういう感じなのか。天井到達はもちろん1万円じゃいかないので、その手前で当てないといけないんですが、自力のチャンスゾーンがあるので、そこまで早めに行ければあとは自分の腕次第ですから、かからないと思いますよ1万円。ほらすごくないですか、1000円で80ゲーム回ってるんですよ。やっとレアや、待ちます、よし、あらららおぎんちゃんがパチスロの女性キャラで一番好きかもしれない。あれちょっとバチェバ引いた割に全然じゃない、電源撤回、そんな好きじゃないよ。はい、たまりまして、ごめんなさい、恥ずかしい、やだちょっと今のレバーで決めたかったのに。うわ、あそうですよね、レバーミスりましたもんね、そうなるわ。はい、あ本命こっちの箱なんでね、待ちましょう。回ったの最初の1000円だけでした、投資すでに7000円、あと3000円しか使えないんですよ、無理ですね、これ無理だ、む、まあ、この今持ってるこの箱で当てない限りは足りない確定なんで、3000円、なんでもうちょっとさ、お金使わずに当たるパストロないの、ダメよやめて、まだ黙っちゃいけないんだって、ああやってしまいました。おお、嬉しい、大チャンス、ダブルです、頼むよ、ゴー、もうここで止まるわけがない、もう一個行こう、お願いだから、うん、はい、3止まり、これでこれでいいです、もう自力でやるんで、右もらえないの分かってるから、はい、いやマジでガチのガチガチドンなんでね、もうここに書いてある通りです、いきます、できればこのアップのところで行きたかったやつなんですけど、まあ、大丈夫、このまま行くんで、え引いてる、うわうますぎるじゃん、私やりましたね、だから1枚かかんないのよ、すごいホッとしてる、え投資7316ゲームでチャッチメント獲得で、こんなにうまいこと言ったことない、まあまあこの後が大事なんで、はい、気を抜かずにね、メガ盛りジャッジメント、はい、いただけました。で初回のあたりだけ、これ 50% もらえるので、もちろん初当たりは右一択です。でここねじりが大事、はい、チャンスアップパターンではない、大丈夫、よし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 
ね、もうねです。コモンちゃんめごもり簡単でしょ。はい、家康サイリンです。リターン、マックス310ゲームを目指します。はい、この後の字何、あいつも通り、うわー残念、ぴったり100でした。最低保証分の100ゲームのせです。まあまあでもいいスタートじゃないですか。投資7000円ですから伸びるように頑張ります。よし、あら、ミドルホール。継続。黄色ちょうだい、黄色。あ、一応キジさん。金が出ただけでね、結構チャンスになりますよ。さあ出撃、さあ本日初の出撃、あ、可能性の獣いきますね。よしよしよし、さあ一応4大キーポイントの一つ、可能性の獣でもね、これだけだとちょっと弱いんで他も来てほしいですけどね、なんかね。さあこれカットインのキャラとあと色が大事です。3回とも同じキャラだったらもう大当たりの子、紫紫、せめて赤、うわー弱い。で破壊か覚醒、もちろん覚醒の方がチャンス。こっちがいいなでしょうね。はいはいはい、右行けばね頂上対決リーチもついてくるんで、そうするとね4大キーポイント2つ重なってることになるんですよ。どうなの、テロッパーか、おお、あらま、あらま、いろいろ赤保留で 56% ぐらいあったかな。で赤テロップ、赤タイトルのチャンスアップ絡んでる。決めちゃう、いけるか、カットインは普通、どうだ、うわダメなのからの、うわやっちまった。でもまあなんか弱そうな感じはしたからしょうがないかな。こんなリアクションしてるけど当たんないって思ってた、うん、いやまだ始まったばっかなんでね、そんなドキドキはあれですけどしてないですけど、やっぱ乗り打ちに慣れてないからな。乗り打ちの成績が悪すぎて、もうちょさっきもちょっと話しましたけど、乗り打ちの成績がね悪いんですよ。多分乗りで誰かを助けたことがない、助けてもらったことはあるんですけど誰かを助けたことはないんですよね。だからねもう本当にもう最初に謝っておきます、ごめんなさい。モロゲンさん、リノちゃん、もし私と乗ってたらもうあなたは今日持ってないです、はい、それは申し訳ない。頑張りますけどね、もちろん。いけ、いかない、
助けることはできないかもしれないんですけど、どうにかプラマイゼロ、大きいマイナスになるってことだけはしないように頑張るんで。そこだけはね、迷惑かけないように。なんか一度座った台はね、大移動したくないんですよね、当たるまで。もちろん回転数が本当相当微妙だったら動きますけど、そうじゃなければ当たるまでやっぱ痛いんですよ。まあ、今1万円ちょうど使い切るとこなんですけど、まあ、使い切っちゃったか。行きましょうか、まだね。当たらず移動っていうのはやってないんで。2枚目いきます。今日うちも結構出させてもらってますけど、考えてみたらその損をしたっていうことあんまりないんですよね。結構負けて誰かと乗りたかったのに乗れなかったピンだったってことはあるんですけど、出して持っていかれたみたいなことはないんですよ。だ今日はね、ちょっとそれを味わってみたいね。一番出してヒヤヒヤしながらエンディングを迎えたい。いや、大当たり号100回転回しましたけど、バトルリーチ前半すらなし。ちょっとなんか嫌な流れですね、これは。原産あるある、ハマるとき演出静かになるパターン。ずーっと静かで急に熱いの来て当たると、あんまないんだよな。いや、分かってますよ、オカルトだってのは分かってますけど。あれ、1万円しか使わないと言っていた立花さんが約1時間経ってもまだ降りてこないですね。当たってんのかなってことは、本当に出てんのかね、1万円で。無事に7000円で当てられたんですけど、これ取り切ってさらにマイナスですね。なんとか構えプラスになりましたね、ギリギリ。371枚でガチレバです。緑までは行こう。はい、一番いらないとこよ、バカ、おバカ。はい、残念ながらここまでです。はい、ありがとうございました。376枚。さあ、どうしましょうかね。割ともう満足してるんですけど、あれですよ、別にここにいたら1万円内でしか打てないから嫌だとかそういうことじゃないですよ。家康もね、降臨再臨しましたし、満足したの でプラスはプラスですから。ちょっと見ますね、周り。どうにもなんなかったらリノと最後。よし、決めました。一旦出玉は確保できたので流します。で、何枚持ってるか言わずに流したよってことだけ伝えよう。ありがとうございます。413枚流しました。
投資が350枚なのでプラスです。63枚もフィーバークイーンってパチスロにもありますよね。すごい好きなんですよね。打ちたい。ちょっとあの神谷さんとモロゲンさんが同じ島にいるので違う島で私打ちます。パチスロのフィーバークイーンは打ったことあるんですけどパチンコは初めてです。ですね、張り切って移動してフィーバークイーン打ちますって言って貸し出しをして気づいたんですけど1パチでした。この分だけ打ちます。さすがに怒られるよ、もう1パチで遊んでたら。はい、残念ながら1パチだったので移動です。なんか隠れられるとこがいいんだよな。いや別にね、あの2人から逃げてるわけではないんですよ。ただなんか言われる可能性はあるなと思ってってなった時にもうちょっと時間経ってた方がいいんで角でひっそり打ちますか。隠れられるかな。さあやっと台が決まりました。海物語でございます。ありがとう、待っててくれて。お待たせしちゃってすいませんね。400円入ってる IC カード大事にしてまいります。ありがとうございました。移動します。時間稼ぎに約3000円も使っちゃいました。今1万ぐらいですね。これで1万1000円。さあ久しぶりのギギさんです。ロゴないか。あんまりケンさんはそのケツからどんどん熱くなっていくっていうパターンないですからね。ここでやっぱりそれなりのものが出てないともうあとはもうドックンとお願いですよ。一回様子見に行きましょうか。多分神谷さんも当たってないんじゃないかな。問題は上ですよね。立花さんパチスロあって言ってたら来た。何ですかって言われた。言ってたら来た。いいとこなのかな。いや今ちょうど、はい、あれちょ待ってちょ待って、ゲームまで行ったわ。ドッグンあるぞ、ゲームまで行った。ドッグンあるぞドッグン引かせてる。ドッグンドッグン、はい、はい、そう、もう一丁。いやいや今ちょうど帰ってこないなって思ってたの、はい、で見に行こうと思ってたけど。ああそうだったんですか、惜しかった。もうやめた。はい、あの流してちゃんと1万円以内に当てました。流した。はい、流しました。何枚。いや何枚かは言わないですよ。いやお楽しみにということでね。いやパートナーかもしれないじゃん。何ですか。そこで流してるか流してないかで俺の今後の立ち回りが変わってくるから。いや流したのは嘘じゃないです。そんな口調でさ、前張秀吉引いてたりしたから、まあ、でも安心してください。じゃあそんなどっちでもそんな負けてないのか。はい大丈夫です。負けてない、なんか負けてる人みたいな、おかしいでしょ。プラスになりましたからね。ちょっと見に行くか。あ見に行きます。ガンダム乗りこなしてないね。あすいません。勝ってるんですって。え勝ってる。はい、コモンちゃまメガ盛りは135でしょ。はい、まあ、まだでもどうにでもなるか。そうまだまだ。いくらですか。俺11 11135。えラッシュ入らんかったのよ。あらまあ、なるほど。決めたかったけどごめん、うんうん、えまだ打ってる。あやめました。パチスロはちょっとパチンコにしようかなと思って。おー全員パチンコ。はい、どう何打つの。ちょっと神回にしたいんで。神回になりそうな機種ないですか。神回ね。神回、はい、神回。神回じゃない、神回。神回ですよ。神回、神回ですよ。あれ神回、神回じゃないね。うわここ乗りだ今
神回。私一人のやつだじゃん。神回とかね、あの便所神みたいなね感じになるもん。神回ってね。どっち？え、神回にしたいなら、まあまあこの辺じゃない？ガロ。はい、私ここにします。僕もちょっともしかしたら源さんやめるかも。あ、了解です。そうか、全員パチンコに来ちゃいましたか。こうなるとだから怖いのは当たりなしですよね。ガロもギリギリか、U タイム今で終了間際ギリギリっすね。いや、てことはまあガロに行く今しかなかったんですか。あと1時間だったら間に合わないですもんね。いや、どうすっかな、もうこれも。どうしよう。ちょっと319まで頑張りましょうか。まあ現在厳密には318ですけど、まあ、その近辺まで頑張りましょう。2枚目入れます。現在11000。私もちょっとでも大移動もね、一回当てたらって言ってますけど、当たらなくても移動すること考えた方がいいかもしれない。やっぱ空き台もまだあるんで、他の台の様子も見つつみたいな。でね、最終的に戻ってくればいいんで。何？当たったんじゃないの？何？無事にいろいろバレずに済んだのでパチンコに移動です。で、台を選んでいただきました信頼のガロですね。で、私財布がないんで返していただいてもいいですか。あ、ありがとうございます。よかった。まあ、コモンチャマ V では1万円以内で当てましたので、ここからは自由に使えるということで、1万円以内でなんとかここまで遊べましたよ。一番使ってないですからね。ねえ、神谷さんが13500円、モロゲンさんが11000円って言ってたね。サクッと当てて2万発出しましょう。打ったことないんですけどね。すごいな、なんか天井低いですねこの家。でもおすすめされたんで打っていきましょう。初打ちって何でも面白いもんだと思うんですけど、初スロはそのうち当たるじゃないですか、強制解除の天井があるんで。でもパチンコはね、当たらないことには面白さもわからないし、何だったんだろう、お金なくなったなで終わっちゃうので、それだけは阻止したいですね。 U タイム付きか、当たらないってことはないんですね。でも950でしょ、遠いからな。緑、静かに継続しました。何でも赤がいいって話ですよ。そこ緑でいいんですか。ここも緑だ。こんなんじゃ当たんないんですよねパチンコってね。それぐらいは分かってる。
ちょっと言葉が出てこないです。本当に人間驚いた時って出てこないんだな。いやいいですね、レインボーだとこんなにじっくり見れる演出をハラハラもしない。刺せとかはある？刺したいけどできれば何かしらを刺さずして、ぬるっと当たりました。あ、すごい、おはようございます。おはよう。昇格しないかな。せっかくこんな速さで当てたならラジオ撮りたいですよね。楽しすぎません？何？簡単じゃんよ。なんで今まで打たなかったんだろう。みんなやりましたよ。やったよ、やったよ。神谷さんだけでした、目あったの。嬉しい。あ、楽しそう。まあでもやっぱ一番メジャーとされているやつですね。はい、こんなに簡単でいいんだパチンコって。何回転で当たったんですか。何も見えなくて、こっからちょっと後で見ますね。ん、ここで終わるとかあるんですか。そんなことないですよ。えがたです。あ、よくホールで聞く音、自分が打ってる台で聞いたのは初めて。どうも。ララララ、あれ、ガラ当たってね、頭出てきますよ。ほら、ちょ当たってね。あの、8回転で当たりました。マジかよ、はい、ごめんなさい、なんか何も知らないのに。あの、レインボー保留で、うお当たりました。ずっと右打ちしちゃってるけど。いや、ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。あ、これちなみに、あの、はい、同じ絵柄が多ければ多いほど熱いから。あ、そうなんですね、うん、3つ同じならもうもらったようなもん。じゃあ今ちょっと熱いってことですか。うん、ちょい熱ちょい熱。まあ2つは普通に負けるけどね。え、なんでそういうこと言うんですか。負けないですよ、大丈夫ですよ。あれ、魔界って牙バトルですっけ。まあこいつ一番強いやつ。マジかよ。なんかすいません、ありがとうございます、台選んでいただいて。いや、これはもうぜひ最低7000発。はい、うん、わかりました。あれですよ、でも人にそんな言うんだから自分も出さなきゃですよ。もちろん。あ、分かってるんですか。もちろん、今からどうしようかっていう話をしてた。そうですよ。負けるなよ、その前に。嬉しい、すごい嬉しい。続けばですけどね。スクエ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 。終わるわけがないって。大丈夫だって、大丈夫だって。スクエよ、はい、おい。いや、楽しい。このトントンターンの時にあれすればいいのか。早すぎるんだね、私。なんか変えてみよう。今図柄っていうか色全部違いましたけど大丈夫ですか。はい、こんな早いんですね。え、でもダメだって。ちょっと待って。いや、嬉しいですよ、初打ちでワンプッシュでこんなにいい展開になって嬉しいけど、これやっちゃうとだから明日からガロの人になっちゃうから。何それ。わかりました。
完成しましたけど。何これ何なの、みんなこんなことしてんですか毎日。そりゃ打つね、打ちますね。あでも神回、神回のイントネーションでもうはっきり分かれたんで、今日のペア決め神谷さんとモロゲンさんがノリです。多分私一人なんで一人勝ちですよこれ。ただ二人の前でそれ言うとなんだよって多分なっちゃうんで、出玉的に言わないでおきますけど、でもこれ一人ってことだと思うんで、はい。気になるなこの天井。また同じ色がありましたね。何も知らなくてもいいんですよ、続くから。なんかもう語彙力もいつも以上に低下してきたし、脳みそが回らなくなってきました。気持ちよすぎて万発いくじゃない、本当に。最低でも7000発って言われましたけど、もう超えてます。消えるの最高じゃない。7連目どれですか、魔界ゲートこれでいい、あ違う魔獣ゲート、これこれか。全部色違いましたね今。大丈夫、でも2万発出るからな、出るんだよな。はい、1万発超えまして。まずくないか、ちょっとちゃ、え、いやよここで終わったら。2万出るつもりで打ってるからね、何もわからないまま終わっちゃう。これじゃあ、大丈夫かい？よし、しかし早いですね、もう1万発ですって。何が起こってるかわからないって言いながらぼーっとしてたら1万発ですよ。もう一回ぼーっとしたら2万発ってことでしょ。これまたピンチってことかしら。で合ってるのかもわかんないですけど、表現が。そうだからまだいろいろ見えてないんですよ、演出をね。ダメだよ、またダメよ。これさっきと違うか、さっきの流しはチャンスだったのか。だって何も分かってないから、うん、うわ、ついに終わりまして、まあ、でも1万3000弱表示で出たんで、いやーもうちょっと欲しかったな。1万2690玉で終了です。9連これはどうなんでしょうか、上出来なんでしょうか。私も初知らなかったらまあまあ取れたなって言ってるところだと思うんですけど、結局8回転で当ててるんで、あの通常時の演出もそんな見れてないですし、何が起こってるかわからないままで終わってしまいました。
もう確かに今日はちょっとリドちゃんと乗らせていただけたら嬉しいですね。けど私がマイナスだからちょっとそれはさすがにマイナスのまま乗るのは申し訳ないんで、ちゃんとプラスにして2人で喜びたい。ゲンさん外しちゃってごめんなさい。気づけばあれですね、319を超えちゃってましたね。322回転確率分母を超えてしまいました。あっという間、当たらなかった。確率分母内にやってしまいましたね。いやどうしようか、そうなってくると話は変わってきますね。だったらそんなもん無理しなくてよくないっていう。あれ50%取るもんな。8回転って言ってましたっけ。8回転でだからつまりは約640分の1取ったってことでしょ。いやあそう、11回転で 60% 取れない男とは大違いやな。カンナちゃん、おおお、マジか、弱い保留だったけどカンナちゃんステージ行ったぞ。ここはとりあえず継続ですよ。ここで後期とかマジいらんぞ、いらんって疑似練してねえじゃん。あで継続で継続、うわー最悪やと見せかけて、と見せかけじゃーん、入った。さあ281回転目投資が12500円です。いやーこの音いいね、これが見たくて打ってる。さあ頼むぞー、参戦。よしよしよし、ある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 、いやーカットインはないか、ボタンもなし、いけ、うわー復活はほとんどねえもんな。あー長い、よーしよーし、復活はほとんどねえもんななんて言ってたら、よーし281回転目です。あ125じゃないや、135だ。投資13,500円。よしこれはもう取っとかないと、ガロに続け。よくやったな、ゲノジ。 V ランプ攻めて黄色、さあ来い、青か、いや青と白なら完全告知と行きたいとこですけど、バトル告知行きましょう。ちょっと流れが悪いからここは変えたい。さあ500人スタート来い、500人で炎ボタン2個、来い、さあ来い、いやー1000、炎ボタンは0、あーダメだ、押すかー、マジっすか、もう源さんのこういうとこ
あ、もう飯行くんですか。はい、嫌がらせのように今日早くないですか。お前今日モーニング食ってきたやろっつって、俺入んないっすよさすがに。まだ早いって、学校でもまだ4時間目ですよ。